これは山崎のね、バームクーヘンでございます。では、いただきたいと思います。これバターをね、使用してるらしいんですね。では、食べてみたいと思いますね。よいしょ、バームクーヘンですね。では、いただいてみたいかなと思いますけども。うん。味わいとしては、なかなかで、ふわっとしていて、うん。食べた瞬間、ふんわりとしてる。で、うん、この、なんとも言えない美味しさがね、またいいなと思いますね。で、うん、このなんていうの、ここをふくらとしていて、うん、食べれば食べるほど甘みが増してて、このバターのじわっとした味がまたほのかにいいですね。でバターの香りと味わいが良くて、でこのバームクーヘンの甘さ、なんといっても厚みがまたいいですね。このくらい厚くてね、うん。で、綺麗に丸くできてて焼き上がってる感じですね。それが、うん、多少の食べ応えもあるので、いいんじゃないのかなと思いますね。で、うん。そんなにないですし、うん。これはこれで、なかなかの食べ応えがありますね。で、こう、うん、まあ柔らかくて、甘みがあって、まあちょっとシンプルな味っちゃシンプルな味だけども、でもこのバームクーヘンの良さがいいなって感じです。どうもありがとうございました。